日田市。日田市は、大分県の北西部に位置する市である。福岡県、熊本県と県境を接する。大分県に属するが、筑後川水系にあるため歴史的に、福岡県の筑後、筑前地方とのつながりが強い。この地域の方言である、北田弁は非畜方言の特徴を持つ。周囲を山に囲まれた典型的な盆地であり、多くの河川が流れ込み、 水橋を形成している。北盆地周囲の山地は、標高がおよそ1000メートル、旧前津江村、中津江村、上津江村がある。山間部では、標高が1200メートルほどになる地域がある。北盆地に流れ込む多くの河川は、三熊川、筑後川に合流する。これらの河川は、江戸時代末期には、北周囲の地域で伐採された木材などの物産を、筑後川下流の福岡県。 久ルメや大川といった都市まで輸送する物流手段として欠かせないものとなった。この北川通船は夜明けダムが建設されたことで終わりを迎えた。過去には友人の気象干渉があった。2001年に無人化され、日田地域特別気象観測所アメガスへと格下げされており、積雪や雷日数などの項目について観測がされなくなった。 九州型の太平洋側気候。盆地のため夏と冬、朝晩の気温差が大きい。年降水量は1800ミ、mm、リメートルと比較的多く、梅雨期に年間降水量の3分の1以上が集中する。過去にも、たびたび梅雨末期の集中豪雨に見舞われ、大きな被害を出してきた。盆地であるため春から秋にかけては朝夕に、地元では、底霧と呼ばれている深い霧が発生しやすく、 過去には、霧日数が年間100日を超えたこともある。暖候期は、全国でも特に最高気温が上がりやすい地点の一つであり、春から初夏の早い時期から暖気に覆われると真夏日や猛暑日となることがある。夏は猛暑日となる日が多く、その日の国内最高気温を記録することも珍しくないが、熱帯夜となる日は多くない。 最高気温が摂氏35度を超える猛暑日となる日も多く、年間猛暑日数45日、連続猛暑日22日、共に1994年の国内最多記録を持つ。一方、冬は1月の平均気温が摂氏3.9度と九州の都市としては寒さが厳しく冬日が多くなる。放射冷却がよく効いた日は氷点下摂氏5度以下まで下がることもあり。 近年でも2012年2月3日に引く摂氏9.1度を記録している。大分県内においては比較的積雪が多い地域で2001年までの記録では盆地の市街地での積雪は多くの都市で1 0センチメートル以下であるが2003年1月5日に旧ヤバケイ町での委託観測で3 0センチメートルを観測したこともあるなど 山間部では30センチメートル以上に達することもある。旧前津江村の椿がビアメダスでは、例年3000から4000ミ、mm、リメートルの年降水量を観測するなど山間部では、降水量が非常に多い。それが、杉やヒノキの生育を早めるため、林業地域としての下に寄与している部分もある一方で、土砂崩れのような自然災害を発生させる原因ともなっている。 市政志向当初は三十二大事からなっていた。九百六十六年から九百六十八年にかけて中心部で住居表示を実施した。平成の大合併で二町三村を編入合併した。これらの地区は従来の大技の前に旧町村名を冠した町の町名を冠している。ただし中津江村は中津江村を冠している。 旧日田市の大麻地区では、日常的に、通称町名が用いられている。以下、その一覧である。両政国としては、文語国に属した。日田の地名の由来には、いくつかの説があり定かではない。七百二十年から七百四十年頃に成立した、文語国風土記では、慶光天皇が、九州遠征時に、浮き派から日田に立ち寄った際に被殺め、日殺姫。 ひ殺姫と名乗る神が人となり現れたことにちなんで、名付けられたので、後にひ殺姫がなまって、下になったとしている。また、上平年間、931年から938年に成立した和名類受賞では、日高か軍とされており、ひ田の軍が付されている、源那小勝寺本館湖。現在も三好地区には、日高町という地名が残っている。 江戸時代に成立した豊か二式には湖であった日田盆地に大鷹が東から飛んできて湖水に羽を浸し、羽ばたき朝日の中を北へ去ると湖水はゴーゴーと抜けて干潟となった。そしてヒグマ、月熊、生熊の三休が現れた。という日と高神話があり、それより日高と呼ばれるようになったという。小坂辻原遺跡より、 三世紀末から四世紀初頭にかけての豪族の看護巨漢の跡が出土している。また、段原古墳からは一世紀から三世紀頃の環境と推定される金銀作館玉、流門鉄橋、国の重要文化財出土している。この鏡には、卑弥呼の鏡ではないかとの説もあり、2009年に九州国立博物館四周年特別展で展示された際には、 ヒミコの鏡かとのコピーと共に PR された。学術的には、儀書とされる、仙台旧児本義国造本義』に、古代下においての国のみやつ子には、聖武天皇の時代に、桂木の国造うぞ飛ば足に、スクネを定めた。とある。止め派スクネ、飛ばスクネは、西暦四百七十年以降、古墳時代後期に、宇ツ保県連、ユギアミ村寺。 現在の日田市人連町付近に、海所宮、現在の海所山、日殺姫神社周辺と呼ばれた屋敷に居住し、村人に農業などを指南した人物として、訪日し、現存せずに記されていたとされる。文後国風土器強編軍の城には、近明天皇の時代、草壁寺の祖である大里味、大味がうつぼ部として使えており、村について、家を構えた。これにより強布、 弓追い村と呼び、後に強変、弓闇軍と呼んだとある。ちなみに、弓追いとは、強、弓、雪、矢を入れる容器を使用するものを言い、弓闇とは、強を作るもののことを言う。大化の改新後は軍事に任せられ、大倉氏文護国が軍事に就くまで下の支配権を握っていたと考えられている。834年頃に、 在地小皇族の大倉氏、大倉氏の書やがいついたとされている。北大蔵氏に関しては、中井王の子孫であるという説もあるが、一方、宇佐を本拠としていた大倉貴蔵大部長広が北に、ついて、北大蔵氏となったという説もあり、都来の果たしであるというものまであるので定かではない。北城及び、大倉館、高城、現在の次元山公園を拠点に映画を極め、 1444年まで594年一計を保った。家臣たちにより16代長堤を殺害した英義美を美濃国で殺害し、文後の大倉氏は滅亡する。その後、大友氏より親万ン、衛生を養子に受けて、大友経営北氏として再興するが、1548年に滅亡する。以降は、大友義明が選出した旧文後大倉氏一族の、 軍老八名が政治を取り行った。1593年、文護国を治めていた大友義宗が文読、文禄慶長の役において、敵前逃亡の攻めを追って改役され、両国内であった日田軍は、倉乳寺、豊富家直轄地となり、宮部慶順らによる、検知、対抗検知が行われた。宮城豊政が大官として、入り行して引熊城、熊城を築き、 後、毛利高正が菊間城に入城して、北軍に万国及び、九州軍を治めた。1600年の関ヶ原の戦いで、毛利高正は西軍につき、菊間城は、文後国内の攻略を行っていた、黒田義隆勢と講和して会場。毛利氏は、文後国再起への天保となり、北は、黒田義隆家臣の栗山善助預かりとなって、菊間城に詰めた。1601年、 小川光氏が北郡にいる漁師北盆地北部にある丸山、月熊山に丸山城を築城。北郡のうち丸山城を中心とする北部を小川市、引熊城を中心とする南部を栗山市に代わって毛利市、安ずちして治めるところとなった。1616 16年小川市に代わり石川忠だ渋佐が丸山城に入城。城を改修して長山城と改名し、 城下町も移転して、豆田町と改める。1633年、石川氏が、下佐国桜藩に違法となり、中津藩、吉木月藩の安土地となる。1639年、江戸幕府直轄領となり、初代大官の小川東左衛門、小川旧左衛門は城を廃して、麓に陣屋を置いた。その後、幕府の直轄領である支配所、天領や、大藩の安土地、 松平直則などいくつかの大名支配を経て、1686年以降は、大名が入法することなく、明治まで幕府の支配所となり、幕府が任じた大官が赴任するところとなった。江戸中期の1767年、北大官の伊比正俊氏が、西国軍隊に格上げされ、それ以降は、九州の支配所を治める、軍隊支配の拠点となった。最後の軍隊は、 久保タチンガチ。教法19年、1734年当時には、武前、文後、日向、筑前の直轄地合わせて12万国を支配し、江戸末期には16万国にもなった。江戸時代に京、大阪、江戸大手本に、町人文化が反映し、現在でも小京都などと呼ばれる。特に、大館、軍大により家掛屋に指定された商人は、大名菓子の金利などにより、 利益を得ており、その利益や蓄えを俗に、ひた金といった。ひた金は一例として、広瀬丹相の弟である六世、広瀬九兵衛、広瀬九兵衛、1790年から1872年による、治水工事、生賀政治や、通船用へ川の整備、干潟の干拓、呉崎、先、新田、九兵衛神殿、宇佐など工事などの事業、大名の財政再建などに投じられている。 幕末に広瀬丹僧の開いた私塾管理園には日本中から熟成が集まった。熟成には蘭学者の高野長英や近代軍隊の基礎を築いた大村増次郎などがいる。1868年慶応4年より支配所幕府直轄領は天朝五領天領に編入され西国軍隊の支配下にあった支配所地方行政として 北県が置かれた。松方正義を知事として迎えて、旧北寺にあおよび長山城跡に県庁が置かれたが、その4年後の1872年に北県は廃止となり、北県内の北軍は大分県へ編入された。1889年、明治22年の町村制度施行の際における北軍全域が現在の市域にあたる一部で、 部分的な返入などによる例外あり。衆議院小選挙区選挙では大分2区に属する。直近の第48回衆議院議員総選挙2017年10月での選出議員は以下の通り。大分県議会議員選挙では本市で一つの選挙区をなす。定数は3人。直近の第18回統一地方選挙2015年4月。 での選出議員は以下の通り、法務省財務省厚生労働省、農林水産省国土交通省、福岡高等裁判所と古くから、市周囲の山間部での林業が栄えた。特に杉は、北杉と呼ばれ、北杉を用いた、下駄作りや漆器などの機構業が盛んになった。近年は、外国産の安い木材の輸入増加などを受け、林業自体が以前に比べて、 衰退傾向にある。農業は、広くまとまった高地が確保しにくいため1960年代以降、米作中心から梅、栗、キノコなど山間地に適した作物へ転換を進めた。販売や観光と組み合わせる六次産業化にも力を入れている。市内にある農業共同組合の、内大田大船町農協は直営店。 木の花がる店を大分県内各地や福岡市にも展開しているほか、里山を整備して観光施設化した、いつま姫の里を2015年開園した。このほか、三熊川では、鮎などを対象とした内水面漁業が行われる。良質の水でも知られる。工術の下天漁水のほか、井上酒造、群町酒造、老松酒造など、日本酒や、 焼酎の酒造業も古くから存在する。近年は、TDK 三熊川工場、1982年代、九州獣伝送、1993年代等の工場や、札幌ビール九州北工場、2000年代、三和種類北上流所、2002年代、日華ウイスキー九州工場、1989年から1999年、 あと等の食品工業が進出している。上記すべての店舗が北駅近くの中心市街地に立地する。最寄り空港は福岡空港、高速バス、北号、高速バス三省の空港経由便、所要時間約85分が30分から1時間間隔で運行されている。大分空港へは自動車で約90分。ただし直通する。 公共交通はない、旧大本線湯布院駅等で、リムジンバスへの乗り換えが必要。市内各地、周辺各地への路線バスがある。市中心部、北駅前の北バスセンターが、主な拠点となっている。その他、広瀬丹相の文化生だった人物については、管理園を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。